LFTV! スイッチの入れ方がえぐい。急でしょ？急に。これね、毎回突っ込まれるから。そうそうやる？いや、大丈夫です。重労働そうだね。ちょっと大丈夫です。あ、嘘。大丈夫です。これ入れるともうバチッと入るから。そうそう、流行らせたいんで。次回ぐらいにしときますね。ああ、そういうことね。はい、あ、今日初めて知ったから。そうなんですよ。ああ、そういうこと、そういうこと。心の準備ができたので。なるほどね。次回バシッとやらせて。じゃあもう次回必ず。次回必ず。次回俺言わないから、じゃあ。わかりました。あ、お願いします。私が勝手に始めます、ね。そうだね、そうだね。お願いします。いやー、パルコお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いやー、もうこちらこそですよ。大盛況で。いやー、嬉しい、うん。ありがたいですね。やっぱね、なんか、なんだろう。お膝元だからね、名古屋はね。そう、本当にそうですね。うん、もう、すごい反響でした。なんかね、顔なじみの方がたくさんいて、あ、安心感っていうか、なるほどなるほど。なんか、あ、てかまず自己紹介しようか。あ、そうですね。お願いします。はい、皆さんこんにちは、北川涼波です。イエーイ。いやー、ね、もう最近ね、よくね、うちのモデルを、はい、やっていただいてる北川涼波さんにね、今回はゲストに来ていただきましたけども、ありがとうございます。これが先でしたね。はい、そうですね。いろいろ最初にありすぎて忘れちゃいました。これのせいだ。これのせいですね。全てはこれのせいだ。そうで、今回ね、名古屋パルコにもね、はい、3日間経っていただいて、はい、今回ね、その、はい、やるにあたって、前日かな、はい、29日が初日だったから、はい、前日にね、パルコの電話口の人、はい、あるいは総合担当で電話取る人が、はい、お店まで飛んできて、うん、電話が鳴り止まないです。何やられるんですか、詳細教えてください、言われて、いやもう、結構すごいことになりそうだなと思ったら、やっぱもうね、案の定ね。そんな感じだったんだ。いや、そうそうそう。これはね、あえて、この収録のタイミングまで言わないにしよう。びっくりした。まさかそんなことが裏で行われている。そう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 、そうなんです。だから、ほんとに。パルコさん、大丈夫。すいません。なんかごめん。そうそうそう。まあでもね、本当に、なんだろう。ファンの方たちの熱量っていうのはね、はい、なんかすごく感じれる3日間だったなっていうので、はい、そうですね、いや本当感謝感謝です。いやー、ありがとうございます、うん、いやなんか本当ね、涼波ちゃんのきっかけでね、はい、ラファイエットを着るようになりましたみたいなお客さんもすごい多いし、うん、なんかそのそれこそ SKE の頃から、はい、着てるの見てましたみたいなこともね、今日はすごい言われたから、うん、そうなんですよ。なんかすごくほんわかなイベントだったかなっていう ね、 うね、なんか、うん、特にトラブルも起きず、そうですね、うん、何も起きなかった。いやいや本当に良かったと思います。よかった、うん、なんてなんかラファイエットとこんななんか仲良くなったんだっけね。あー、それは、うん、SKE の時、うん、アイドルしてる時に、うん、お世話になっていたカメラマンさんの紹介でなんか、つながらせていただいて、お仕事をいただいて、それがどん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 進展していって、今こういう感じ、いい関係を、なんかね、でもね、それもね、すごいきっかけがね、よかったよね。そうですよね。うん、そうそう。なんかまあ、もともとラファイエットのことも知ってくれてたし。はい、そうなんですよ。そうそうそう。で、そのまあ、カメラマンさんっていうのは、その、ね、青春オーバーランのね。はい。ね。藤森さん。いきますか。ありがとうございます。ね。そうそう。うちのそのホテルラファイエットで、もう、ポップアップやってもらったりとか、ね、うん、ラファイエットも仲良くしていただいてるんですけど。はい、まあね、本当ですよ。その最初にね、冬森さんに紹介していただくっていう時に、僕が3時間ぐらい寝るようなちょっと待たせ、そうですよ。そうでしたね、そういえば。そうなんですよ。だからもう、懐かしい。いやだからあの時に待っててくれた子っていうね、はいはい、印象がやっぱ強くて、いやこの子はもうなんかすげえいい子だな。いや全然わざとやったわけじゃないから。あ、嘘だね。え、計画的反抗っていうか。それで測るみたいな。めっちゃ作詞みたいな。まあそっからね、パルコと、仙台パルコと、ね、名古屋パルコとね、はい、今、ポップアップ巡りみたいなね。そうですね。感じにさせてもらってるけど、はい、この間、ラファエットの 2020SS のね、モデルカット撮ってもらうんで、リキャップが、はい、動画として、ね、はい、完成してたりとか、あれめちゃめちゃかっこいいんで。いや、ほんと、マジでかっこいいです。チャレンジめちゃめちゃかっこいい。いや、ほんとびっくりしました。なんか、俺もね、朝一で、はい、動画が送られてきて、はい、なんかちょっと、
普段の表情と違う感じもちょっと 見えつつ、でもなんかおちゃらけた感じも、そうですね、入りながら、なんかすごくいい部分がね、すごく出てる、うん、ちょうどいい具合な感じで、うん、いや本当本当めちゃめちゃかっこよかった、モデルさんっていうね、感じが嬉しい、うん、やっぱそういうなんか夢だったので、やっぱりモデルになることは、うん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 、なのですごい嬉しいです、うんうん、そうだよね、そうか、モデルをやるっていうことがね、動画も作ってもらっちゃって、うんうんうん、ありがたいなと思って、ああいうのが出てくるとやっぱ本当になんか超モデルって感じがちょっとね、出てこない、なんかでも思わなかったな、いや本当に、うん、やばいってなりました、ね、テンションめっちゃ上がりました、やばーってなりましたその、ね、動画を見せた場所が ね、 そのね、はい、パルコのスタッフのたまりだった、そう静かにこれ見てあれね、もうちょっとね騒げるところだったらね、やばーってなったんだけど本当に超イケてますね、あれは。そうだから、それもこれが上がる頃にはもう一般公開されてるのかな、今あの収録日の時点では一応そのね、名古屋パルコに来ていただいた方限定で、はい、QR コードでお見せしてる形ではあるんですけど、もう多分出てるのかな、あ、てかなんならこの動画の概要欄にじゃあね、あ、見てください、はい、載っけておくのでぜひチェックしていただければなっていう感じで、史上一番イケてるので史上史上いただいちゃったね、イケてるので見てください、ああああああ、もうそれはもうマストチェックでお願いします、あ、なるほどでね、はい、今回の動画はですね、はい、ちょっとまあ一番大きなトピックっていうか、はい、ね、まあ、ちょっとこのね、名古屋パルコ来てもらった方にはちょろっとね、はい、ちょろっとだけね言っちゃった企画がありまして、はいはい、発表してもらってもいいですか、はい、今回ホテルラファイエットでチェックイン企画をやりまーす、イエーイ、いやー満を持してだね、いや嬉しいですね、あーもうなんだろう、満を持してだよね、いや2回言っちゃったけどね、満を持して、イベント系は本当にやってな、うん、来なかったので、うん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 、辞めてから半年間、本当に喜んでくれるんじゃないかなと思って、うん、なんかイベントとかやらないのっていう声がすごく多かったので、こういう機会でやらせてもらえて、ありがたいです。どういった内容のイベントになるんでしょうか、はい、今回はフリーマーケットをやります。フリマ、フリマです。はあ、なるほど。フリマっていうことは、じゃあもう私物を。そうです、私が着てたお洋服。なるほど、なるほど。おうおう、それはじゃあファンの方からしたらね。そうですよね。ねえ、うれしい。だから要は、なんだろう。自分の目で選んで、はい、これがいいって思ったものを放出する。はい、そうです、そうです。なるほど。ですモデルさんっぽいね。そうなんですよ。まるでモデルみたいで嬉しいです。まるでモデルみたいで。いや、モデルなんですけど。モデルさんなんですけど。ああ、そういうことか。じゃあ2階でその私物を売ります。はい、2階でフリマをして、うんうん。はいはいはい。で、あのね、その時にですね、はい、もう完全にラファートとしてはね、ちょっと一回便乗させていただこうかと思ってまして、はい、それこそリョーハちゃんが、よく着ていただいている、はい、ホテルラファートのロゴ、はい、うん、T シャツをですね、はい、リョーハちゃんに、はい、カラーを提案していただきまして、はい、リョーハちゃん別注カラー T を限定数でね、今回はちょっと販売しようかと思って。レアですね。いや、もう激レア。激レアです、ね。もうレア中のレアです。いや、本当に。いや、今までの、要はポップアップではね、はい、まあ、モデルやっていただいてた回では、まあ、接客をして、はい、ファンの方と触れ合って、ね、お洋服を売るっていう機会はあった。ただ、今回のホテルラファエットの打ち上げでは、りょうはちゃんが提案したカラーのものを売るって、これがね、やっぱ今までとはもう全然違う。全然違いますね。いや、本当にもう意味合いが全く変わってくるんで、しかもですね、はい、これ、りょうはちゃんのポスターをね、はい、ラファイエットとコラボで、それは、はい、やばいですね。作らせてもらって、それをおまけでつけようか。おまけで、おまけで、そう。おまけでポスターつけて。そういうことです。最高ですね。もうその分のなんかお値段を上乗せするとかそういうせこいことしない。ああ、そうやん。もうしないです。しないです。普通にもうね、今回来ていただいた方に還元する意味で、ポスターを作ろうかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。ええー、いや、嬉しいです。もう、ポスター、自分のポスター作られることはこの先の人生ないかなと思ってたので、そうか、そうか。お家にポスター飾ってくださってる方が結構いるので、卒業後初ポスターということで、
でもそれはあれでしょ、要は今までのだと、はい、要はそのアイドル の, その衣装っていうか、あ、 そ, うです、ね、そういうのでしょ。そういうのです。いやもう今回のは、うん、そのラファエットの SS のね、うん、あのこの間撮っていただいたモデルカット、はい、もうパッキパキに格好のいい、おー、龍馬ちゃんをね、やばい、モデル龍馬、いやもうそういうことです、やばいですね、もう一番最新の、嬉しいな、龍馬ちゃんの素材を使ってポスターをね作らせてもらおうと思ってるので、それがおまけですよ。そういうことです。やばい、おまけ、おまけでいいんですか。いや絶対メルカリ出すなよ。あ、出た。それしたら本当に本当に特定するから、絶対出すんじゃねえって感じでね。そうですね、どういう企画、まあだから2回でフリマをやらせてもらって、はい、限定 T シャツも売ると、はい、で、あのホテルラファエットって1階が飲食店になってるので、そうですね、あのそちらの方では、はい、当日限定のメニューなんですね、出させてもらったりとか、もうほんと一日中ホテルラファエットがもう両ハチャ色に染まるっていうね、企画をやらせてもらおうかなと思ってるので、いやこれはね、ファンの方からしたらね、むしろファンだって言ってんのに来ないやついるみたいな、いやもうそういう一日にね、なるかなっていう。別に入るのは無料なんですもちろん、ね、おもちろんです。いやそれはもう、うん、いやね、最初ね、ちょっとね、そのエントランス取ろうかみたいなこともね、はい、ちょっと考えたは考えたんですけど、はい、いや、そういうのしたい。そうですね。うん、やっぱね、ファンの方に還元しようかなっていうので、ね、無料で。いやー、やばい。いや、これは楽しみですよ。いやー、楽しみ。うん、本当に。なんだかんだ、あと少しですね。いや、本当そう。だから、この動画が上がる頃には、もしかしたら、もう本当、あと1週間後とか、そんな感じになっちゃうかもしれないんですけど、やばい、うん、なんで。なんならまだ T シャツもできてません。あおもう急いで作ります。なんで、そんな感じでね、はい、やらせてもらおうかなと思っててですね、はい、ただちょっと時期的にね、やっぱ今、ね、報道がちょっと過熱してるね、そうですね、コロナウイルスの件とかも、あるので、はい、まあちょっとね、開催のこともいろいろ考えたんですが、はい、対策を練らせてもらって、消毒液をお店に設置させていただいて、もう、体調の悪い方、だったりとか、まあ、ちょっとこちらサイドの、見解にはなってしまうんですけど、まあ、ちょっと入場を制限させていただく方とかも、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。はい、まあ、それはちょっと、まあ、ちょっとこのご時世なので、そうですね、うん、申し訳ないんですが、まあ、そういうふうな感じで、まあ、当日はその来場者の方にもなるべくこうマスク着用をお願いするだとか、そうですね、まあ、最善の、ね、策は練らせてもらった状態で、はい、やらせていただこうかなと思っているので、はいはい、当日ちょっと来たんだけど入れないなんてことももしかしたらあるかもしれない。はい、うん、まあ、それはでも本当ね、来ていただく方だったりとか、もうそれこそ龍馬ちゃん自身の、ね、はい、身の安全のこともあるので、そうですね、うん、まあ、まあ、なので、ちょっとね、ご自身の体調のことを一番ね、案じていただいて、はい、そこを一番として、ね、まあ、これがね、最後の企画ってことは絶対ないので、そうですね、まあ、今回はもうね、はい、さ、ファーストステップとしてやらせていただく企画なので、はい、うん、まあ、それをちょっとね、この動画見ていただいた方にはご了承いただきつつで、はい、とは言いつつ、ね、相当面白い企画になるのはもうね、うね、間違いないので、だいぶ楽しみ。楽しみ。いや、ほんとそうですよ。なんならね、その日にね、ちょっと公開 YouTube 撮影なんかもね、してもいいかもしれないですし、ね。そうですね。うん。もうその時にはやってもらおうかな。あ、わかりました。あ、練習、家でずっとお風呂で練習。そんな難しいことだ。これ、そんな難しくないから大丈夫だよ。しっかりと。声ね、まず、ね、教えてかってあげるって言ってもらう。声のもないですね。そうそうそう。やってやってもらうって。でね。いや、そんな感じでね、はい、なんか最後にあります？ファンの方に一言とか。そうですね、うん、やっぱ卒業後初のこうした大きなイベントなので、うんうんうん、大盛況という形で、うんうんうん、大成功、大盛況という形で、見たいね、その絵はね、うん、間違いないですね、うん、お時間ある方は、うん、ぜひぜひ足を運んで、ちらっと見に来るだけでもいいので、いやいや、本当に本当にそうです、はい、両派元気にしてるかなぐらいのノリで来ていただいたら、うん、ちょっと楽しませて帰ってもらえるように頑張るので、あ、言っちゃったね、はい、あ、はい楽しませる、はい、言うてますよ、はい、だから
そんな感じでね、はい、なんで最後喧嘩越しなのかちょっとよくわからないですけど、すごい締まり悪い感じだね。行ってください。楽しみですね。楽しみです。はい、そんな感じで。で、この動画は一応ね、そのりょうはちゃんの方の YouTube チャンネルともちょっとリンクした内容にはね、今回の動画はなってると思うので、はい、そっちの動画とこっちの動画を。ね、見ていただければ、はい、まあ、より詳細詳しく分かるようにはなってると思うので、はい、どっちも見ていただいて3月14日、はい、3月14日、うん、当日は予定を開けていただいて、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。そんな感じで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。